岡山市立馬屋科小学校は、岡山県岡山市北区松尾にある公立小学校。現在の岡山市北区一宮地域地内において1875年に設立された複数小学を1890年に域内再編分離統合を行ったことで、それら各学校の直流を対等に組むとされる岡山一宮地域三小学校のうちの一つ。 この参考は、江戸漢文の時代とされるに、当時の岡山藩によって整備された、庶民学校である手習い所の一つとなる、今岡大江教授の手習い所を、自公軍の共通源流として据えている。手習い所制度そのものは1674年に、廃されるが、以降地域村内には、同手習い所の流れを組む、村立、施設の寺小屋が開かれ、それら複数の寺小屋が後、 明治時代に至る地域小学の前身となった。同時に隣域に存在した高山小学の傍流を組む学校でもある。書類上の記算の上だけでも学生及び小学校令の整備により1890年に液小学校として設立された120年を超える歴史を持つ小学校である。学生整備のために設立された 小学校であるため本来の設立者は、当時の馬屋下村そのものであるが、小学校設立当時に取りまとめ役として、最初の訓導をたった一人で勤めた、今井義太郎を設立者として扱う。かつての孔明に使用された駅の名は、かつて本寺の近隣に古代山陽道津港駅の馬屋が置かれていたことに由来する。近年、特に平成に入ってより、岡山市立、 桃高志小学校の分離や地域の少子高齢化の影響を受けて、1学年に1クラスというレベルにまで児童数が激減している。シンボルとして、下向き三角の上に上向き三角を重ねた6、帽性の真ん中に馬の角部を丸くした崩し文字を配した交渉を使用している。また、馬字が描かれている上向き三角は薄隅色で塗られている。 なお、どちらの三角が濃いかは時代によって表記が異なっている場合がある。また交渉二六方制を掲げたのは馬や、歌唱学校の学区地域を構成する大技が、大久保、松尾、福谷、長野、横尾、羽賀の六箇所であることに由来し、これらの地域の発展と、この六箇所を羊とする、子供たちが星のように輝ける人生を送れるように、とする願いを示す。 なお上記した、現在のシンボルが制定されたのは、戦後のことであり、1926年の、馬屋下神城高等小学校解消当時より、戦前及び戦中に使用された交渉は御弁の、王家の中央に、現在の六房成交渉にも使われている、馬の崩し文字が配されているものである。子供たちの人生が美しく花開くことを意識した、ものとされる。 さらに、駅尋常小学校時代の交渉は五弁の、桜花の上に五房成を重ね、その中心となる、防部に、円形印状にレイアウトした、駅の崩し文字を配していた。設立当初は、現在の地ではなく、その北側にそびえる小高い丘である、飯森山の中原にいました。そのため、馬や歌唱学校の校歌には、この山の存在が歌われている。周辺は、一宮地域の中でも、 米と葡萄及び白桃の栽培が盛んな地域である。かつては周辺農家の子が通い、卒業後二次家を継いで、その子供がまた通うという典型的な農村の小学校であった。が、近年は少子高齢化の影響を及び、地域の岡山市中心部へのベッドタウン化が進み、そうとも言い切れない状況にある。一方で、その名残として、 小学校近隣の田畑を学校で借り受け、前足もこの応援と名付け、児童たちが周辺地域の住民の指導を受けながら、田畑の管理を行い、田植え寝借り、収穫祭までの一連の行事を学ぶ、総合学習などが行われている。横及び福谷奥地の子供には、現地が山合いであることから中鉄バス、大久保経由東海山線による、 大久保停留所までの路線バス通学が許可されていたが、2004年12月31日をもっての道路線の廃止に伴い、地域保護者による団体送迎許可に対応が切り替わっている。今井義太郎校長検証費教育学習目標費、1989年設立。交渉も掲げられている時代によって、教育目標が推移しているため、時において、 複数の目標が掲げられていることがある。太地参考は中学区を同じくしており、これら各校と本校の出身者は中学受験を行わない限りは同じ進学先に進むことになる。ありがとうございます。